はい、皆さんこんにちは、と花萌ぎばい。ちょっとだけ遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。まおちゃん待機ありがとう。これ無事始まっとるかな。よし、それでは久しぶりの生配信を始めていきます。萌ぎの初めてシリーズ、今回は遊戯王マスターデュエルっていうのがスイッチで発売された件が、これをダウンロードしてみました。見えとるかな。ファバーさん、ヨッキー、にゃーにゃーちゃん、にゃーくん、来てくれてありがとう。よかったら YouTube の方も遊びに来てね。そう、みんな遊戯王って多分めっちゃ知っとると思うとけど、実際にプレイしたことはある人とない人がおると思います。そりゃそうかそりゃそうか。男の子はなんかめっちゃやったことあるやろうなって感じやけど、待ってよ、これ大丈夫か。え、それでは始めてまいります。今コメントってどうなっとる。萌木の画面ちょっとね、あ、いけてるっぽい、いけてるっぽい。まおちゃんのコメントが見れた。よし、それでは始めまーす。ゴー。デデン、遊戯王マスターデュエルの世界へようこそ。全世界のデュエリストの頂点を目指しましょう。目指すよ。はい、チュートリアル、すごいかっこよかね。コメント右側に見える、よかった、ありがとう。よし、もういいよ。全然本当に遊戯王のね、ゆの字も知らんぐらい全然知らんけんが、チュートリアルをゆっくりゆっくり進めていこうと思います。ラグがだいぶあるか、とラグは申し訳ありません。もしかしたらうまいこと見えたりせんかな。よし、ちょっと待ってね。オッケー、じゃあ始めていきます。まずプラクティス。そうなんやね、 YouTube 生配信はラグがつきものやけど、なるべくすぐちゃんとお返事できるように頑張ります。ででん、ヤンケイちゃんの来てくれてありがとう。一緒に遊戯王やってこう。みんなは遊戯王やったことある？もし知っとる人がおったら萌木にちょっと詳しく教えてほしい。本当に初めてなんよ。遊戯王マスターデュエルの基本的な操作を学ぼう。ここではモンスターの召喚と魔法カードの使い方を習得するぞ。オッケー、プレイない、ある。今1対1です。ある容器は細かく教えて、まおちゃん萌木と一緒に学んでこ。きっちゃん、いらっしゃい、来てくれてありがとう。お、かっこいい。デュエル、相手のライフポイントをゼロにしましょう、うんうん、左手がうずくみたいなやつ俺の左手がそんな中二病チックな物語やったん。メインフェイス、エンドフェイス、デジトロン、早いデジトロン、サイバース族、通常電子空間で見つけた足、その情報量は心なしか少し。萌木はこれ引いたらいいかな。ドロー、最初につまずくのがチェーンと逆順解決ってやつ。え、ほ、聖杯にいざなわれし、ああ読めんかった。モンスターカードドローしました、うんうん、もう一人の僕、あー、あれか、優しい僕と怖い僕か。ラコハルさん、ありがとう。今ちょっとあれね、 YouTube の方に雲の切れ端が見えたね。スタンバイ、メインフェイス、なんだこれを、これを引けばいいか。どのボタン押せばいいやろ。おーおー、メイン、何、あ、 Y か、え、違うえ、わかんないわかんない、ど、何これ、だ、どれ、ど、どれ、え、なんかピカピカしてるけど、これ被験と、こうかな、あ、うん、と、聖杯にいざなわれし者、機械との戦いに明け暮れる青年、森の周辺に生息する機械虫が突如凶暴化した際にも一歩も引かずに結界の侵入を防ぎ続けた。この情報いる？これ覚えば、覚えんでよかよね。これ役のさ、なんか能力みたいなのじゃなかもんね。ちょ、これ引こう。またはとお呼び、あー、なるほどね。これ召喚していいんかな。召喚、奥位置、もっと教えてくれるとかと思っとった。これどこに置いたらいいとかさ、分からんちゃけど、とりあえず真ん中、絶対いらない。 OK、 召喚は一旦に1回のみ行うことができます。 OK、 召喚は1回だけだって。バトルフェーズに移行して攻撃してみましょう。 OK、 攻撃しちゃおう。メインをバトルフェーズにして、ほんでモンスターを攻撃してみましょう。小春さん、いらっしゃい。攻撃したい、こいつで攻撃、ダーン、うおー、うわー、やっつけた。相手のモンスターの攻撃力を上回った分だけ相手のライフポイントにダメージを与えます。なるほど。戦士族の隣に通常って書かれてるでしょ、イラストの左下。ほんほんほん、書かれとったよね。ターンを終了しましょう。そこが効果って書いてあって覚えんばいけん。もしかしてこれか。これで通常って書いてあるとこの左下を、やっぱなんかあれよ、説明しか書いてないよこの人。とりあえずエンド、ターンエンド、うーん、ターンチェンジ、ドロー、スタンバイ、ウェイ、エンド、早い。お、ドロー、ジックダキ、でっかいイカ、これを魔法カードをドローしました。あ、そうなんだ、エピソードしか書かれとらんとね。魔法カードを発動しましょう。オッケー、魔法カードを効果発動、セットもできるんか。とりあえず効果発動、ジックダキを置く位置を選択してください。どこがいいよとかさ教えてくれんと。とりあえずこ、お、これが効果、おー、あー、
めんかった。魔法カードは主に自分のターンで使います。いいか、でかい顔ってバトルフェーズに移行して攻撃してみましょう。 OK、 ででん、バトル、あ、違う、バトル。相手モンスターがいない場合の攻撃は相手プレイヤーへの直接攻撃になります。おお、なるほどね。守るやつがおらんけん肉体に直接ドカーンっていくんか。え、あれ腕なん？絶対一回やったやろ。こいつを攻撃だ。うーわ、痛そう。勝った、勝ったよ、イエーイ、初勝利コンプリート。なるほど、不思議な輝きを放つ貴重なジェムゲット。よし、次のプラクティスに行きます。ここでは罠カードの使い方や墓地で効果を発揮する特別なカードについても説明する。 OK、 ゴーゴー、どんどん行くぞ。パチパチ、ありがとう、やったぜ。かっこいいね、このなんかカードの世界みたいな。後ろのさ、この紫のやつにめっちゃあっとらん。ででん、デュエル。なんか最初からカード持っとるっちゃけども、ガガー、ドローフェイス、スタンバイ。罠カードを使ってみましょう。あ、ガオガオ来てくれてありがとう。今ね、遊戯王を始めたよ。罠カードをセットしましょう。なんで最初から持っとるっちゃろ。罠カード、自分フィールドのフィールド上の表側表示モンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターの攻撃力はターン終了時まで400ポイントアップする。おー、なるほど、あのパワーアップカードやね。で、また自分ターンに墓地のこのカードをゲームから除外し、自分フィールド上の表側表示モンスター1体を選択して発動できる。なるほど、なるほど、ちょっとわかんない。あ、とりあえず置こう、とりあえずセットしよう。レンタルデッキ、ありがとうガオガオ、いろいろ何でも教えてほしい。セットした罠カードは次のターンから使えるようになります。今回は使えんとね。モンスターを召喚しましょう。この持っとるやつね。ででん、聖杯に選ばれしも、オッケー、こいつを召喚。効果とコストが分かりにくい。なんだ効果とコストって。先行1ターン目はバトルフェーズを行うことができません。ほう、なるほど、置くだけってことね。ターンを終了しましょう。ターンエンド、はい、間違えた、ターンエンド、よーターン。エンジェルトランペ、やばい、攻撃される。相手が攻撃を宣言しました。カードの効果を発動しますか。このカードの効果って何やったっけ。自分のターン、選択した自分の、あ、攻撃力がアップするっていうことは守りにもそれは使えるってこと。そういうこと。使ってみようか。使えないですね。使っちゃダメなのかな、あれ。あ、いけたいけた。自分のモンスターを選択するところまでがコストで、その先の攻撃アクとかがこうか。遊戯王歴だけは長い。おー、本当に、ちょっとめっちゃ教えてもらいたい。とりあえずね、使ってみた効果を。攻撃力高い方が勝つ。なるほど、なるほど。ということは今萌木は800プラスしたカードで返り討ちにできるってことか。おお、100与えた。なるほど、なるほど。ターンチェンジ、ドローフェーズ、ドロー、ブレイドナイト、かっこいい。オッケー、スタンバイフェーズ、メインフェーズ、なんか光ったぞ。カードの中には墓地で効果を発動することができる特別なカードがあります。墓地のスキルサクセサーの効果を発動させましょう。墓地にスキルサクセサーがおるんですか。いつの間におるんですか。あー、はいはいはい。じゃあさっき効果を発動した件、墓地に行きました。ほんで、あ、フランシスさん来てくれてありがとう。で、なんだっけ、この効果をこのカードが墓地へ送られたターンには発動できない。違うね、2行目のやつか。また自分ターンに墓地のこのカードをゲームから除外し、自分フィールド上の表側表示モンスター1体を選択して発動できるってやつを発動しようってことかな。多分ゴー、発動、スキルサクセサー、攻撃力アップ。伊達に15年遊んでないけんね、すごい、15年もしとると。ゆきは頑張れ、ありがとう、頑張る。オッケー、墓地のカードの効果で、墓地のカードってすごい田舎っぺみたいになっちゃった。墓地のカードの効果でモンスターが強化されました。やった、2400やって、さっき上がったやつは持続してるよね。あれ、1ターンだけじゃなかったっけ。さらにモンスターを召喚しましょう。守備表示に変更、違う、守備表示ってなんだろう。ブレードナイトを召喚。じゃあお隣さんにお邪魔します。あ、スーリーいらっしゃい。遊戯王だ、全然わからない、難しそう。一緒に勉強していこう。萌木もね、めちゃめちゃ初めてなんよ。よし、攻撃するぞ。バトルフェイス、まず相手はさ、守備のやつおらんけん、こうめっちゃボディアタックってことじゃなか、もしかして。おお、いきます、攻撃、
ダイレクトアタック2400、そしてダイレクトアタックドゥーン、よっしゃー、きたー、ビクトリー、勝ったー。はー、今のが罠カードと墓地で発動するカードのやつ、やつを覚えた。お、始まりのデッキゲット、ゴール。1ターンに1回の通常召喚権が残っとった。わかんない。スイッチ映えこれ。すごい、やったぜ。ゴール。次は、2つのチャプターで学んだことをデュエルを通して実践しよう。よーし、頑張るぞ。次が実践。今までのは練習。ででん、でで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 で、トゥーン。もういや、やつを覚えた。でってでー。もうこれで最強。え、まずさ、この、はい、質問です先生。カードがさ、裏向きになっとるカードが左側と右側にあるたい。これなんなん？右側にも山があって左にもなんかある。あんちゃんいらっしゃい、来てくれてありがとう。通常召喚券は1回で、召喚は何度も召喚。なるほど。あなたはデュエリストのなんちゃらをなんちゃらした。ここまでに学んだことを思い出して、あなた自身の力で勝利を手にしましょう。よし、萌木とみんなの力で勝利を手にしたい。デッキが右、エクストラデッキが左。エクストラデッキ、先生エクストラデッキなんて習ってないんですけど、何ですかそれ。全然教えてもらっとらんたい、この人。チュートリアル、チュートリアルってなんだ。ルールがわからないね。ちょっと今ルール学んだはずやとにさ、ルール教えてくれてなくない。まず1個召喚するちゃろ。左はエクストラデッキって融合とかシンクロっていう特殊な召喚条件のあるカード。あ、じゃあ先に出したやつが融合しますみたいな、書いてあったら出せるみたいな感じ。オッケーオッケー、そういうことね。どれにしよう。1600、1800。あ、この辺罠やね。じゃあやっぱちょっと強いやつ先に出したいけん、聖杯にいざなわれし者だそう。モンスター召喚ね。召喚真ん中にドーン。でモンスター2個出していいと、モンスター2個出していいと、これ1回につき1匹じゃなかと。とりあえずこいつ出しちゃったけん出せないっぽい。これは魔法ハジャーの、これ罠わかんない。魔法も置いていいやね。これは攻撃力が300アップし、守備力が300アップする。強くないこれ。じゃこれを効果発動、発動でよかった、発動でよかったかな。で紫のカード、これを伏せる、セット、こういうことか。オッケー、罠をセット。へー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 、来てみろよ。でこの魔法、これは相手を1体破壊するっていうことは、相手がモンスターがいないと使えんけんが、じゃあこれでターンエンドかな。 OK、 グゴー。どうでしょうか先生。もう行き、ま、なんか取られる。相手が魔法除去を発動しました。カードの効果を発動しますか。罠使える。相手フィールドの魔法を罠カード1枚を対象として発動できる。その相手のカードを破壊する。その後手札から魔法罠カードを1枚セットできる。強い。ということはこれを発動。ザーマー見やがれ、こっちには罠があるんだ。へーへーへー、破壊。うわかっこいい。で手札からセットする。これでいいかな。あー、そういうことか。セッツ、これが逆順解決の穴。オッケー、とりあえず発動。本当は発動じゃなかったんか。装備魔法と発動するがちょっとよくわかんないな。何今度は何、これ何してる、誰が何しとる、何はい、あ、よし、もう一度ターンだろう。チューンウォリアー、赤いねコメント出なかった。赤いガンダムの細いバージョンみたいなやつ。ガンダム好きに怒られそう。こいつも1600か。どっち出すんがいいちゃろ。どっち召喚しよう。だからこいつの方が強そう。このさ、はい先生、質問です。1番目が星で、2番目に剣、3番目になんかこ、あ、これ盾かな。わかった。剣の方が攻撃の時の力で、盾のやつが防御力ってことかな。こいつは防御に使った方がいいということですね。よし、こいつをこいつを召喚します。こいつとか言っちゃいけんね。お、なんかエクストラデッキみたいな光っとる。はいはいはい、チェーン長、なんか光っとる。あ、これ特殊召喚、迷宮の番人を特殊召喚。墓地で送るカードを選択してください。もう何が起こっとるかわからんくなった。墓地死んじゃうんですか先生。なんで、でも弱い方こっち、なんで墓地行くん。こいつを、オッケー。どっちも、あら死んじゃった。あ、でもなんか真ん中にドーンって、おー、なにかっこー、なに、めっちゃかっこいい。なんか
ドーンって。通常モンスターに対このカードの名の2の効果は1ターンに1度しか使用できない。1、効果モンスター以外の自分フィールドのモンスターの攻撃力は500アップし、相手フィールドの効果モンスターの攻撃力は500ダウンする。おお、ということは1000の差が生まれるということですね。おっちゅう、で、このカードが相手によって破壊された場合、効果モンスター以外の自分の墓地のモンスター一体を対象として発動できる。新しいモンスターになったんか、合体したとか思えばいいかな。でもそしたらさ、これ何これ、なるほど、これは萌木の魔法か。じゃあこれをどうしたらいいんですか。分かった。バトルフィールド、バトルターン、バトルフェーズで、こいつで相手の体をダイレクトアタック。オッケー。ほんで終わり。攻撃した剣メインがあるよ。メインフェーズ2。あ、そういうことか。じゃあ、これは終わりで、終わりやんね。終わりやんね。エンド。ターンエンド。難しい。これ、デュエルしおる人たちって一個一個めちゃくちゃ読みながらしおると、いて。あー、壊れちゃった。お、なんか効果発動できるって。2のやつか。違う。この効果、見えないね。あ、見た。相手によって破壊された場合、効果モンスター以外の自分の墓地のモンスター一体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。ということは、これを発動させると、さっき墓地に送ったどっちかが戻ってくるんか。なるほどね。え、じゃあやっぱこっちやんね。ふん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 。いけー。表側攻撃表示。表側守備表示。攻撃ですね。メインつなぎ残したこととか後悔のないように相手のターンを出すためのフェイス。へえ、あ、なるほどね。もうやることやったけんどうぞっていう時間か。なんか緑のゴブリンみたいなのいっぱいおる。はい、なんか引きました。スタンバイフェイス。通常召喚できるよね。でこいつは罠やっけんが、とりあえず中央リアを召喚。この後に魔法カードを発動。これ相手フィールド、あ、そっか、これで相手を破壊できるんか。え、罠のさ設置はまだせんでよかと。とりあえず発動するか。おう、これの効果により、よっしゃ、え、めっちゃ強くない。でこれは特級部隊、自分フィールドのモンスター一体をリリースし、相手フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。あ、ということは自分のモンスター一体と引き換えに相手のモンスターもこっちをクリーンできるよってことか。こいつをセット。 OK で、バトルフェーズに移行します。で、この子でダイレクトアタック。これもしかして最後の攻撃だ。くらえー、うっしゃ、勝った。やったよー、萌木勝ったよー。でも難しい。はあ、なるほどね。ありがとう。いや、これ一個一個さ、めちゃくちゃ読み込まんば全然わからんね。とりあえず、やることは、通常召喚、で魔法カードの設置、罠カードの設置、で、バトルに行ってバトルをするって感じか。よし。新たなデッキを手に、広大なデュエルの世界に旅立ちましょう。お、あなたのデッキを選んでください。どれがいいかな、どれがいいかな。パワーオブザドラゴン、シンクロオブユニティ、リンクジェネレーション。どれもかっこいいけど、じゃあ何かあればです。これ相談に乗るよ。ありがとう。あ、行ってらっしゃい。掃除頑張ってね。来てくれてありがとう。リンクジェネレーション。じゃあこのおすすめのパワーオブザドラゴンにしちゃおうかな。紫やしね、箱が。萌木カラーやもん。パワーオブザドラゴン、萌木のお供になってください。でで、あ、そうなんだ。難易度があるんやね。お、サファイアドラゴン。わ、かっこいい。え、聞いたことあるかも、これ。ラグナロク。かっこいい。ブルーアイズ。ブルーアイズもなんか聞いたことあるぞ。ゆうき、あおちゃんって、フーガいらっしゃい。やったことある？来てくれてありがとう。そう、バイ、ユギオバイ。わ、なんか気持ち悪い。待って、人影おるんやけど。あれ？人影おるんやけど。ちょ、シップ火ついとらんけど。サンゼルのドラゴンで殴るデッキ。こわ。ロード・オブ・ドラゴン。じゃ、これは、ドラゴン系のやつ、みたいなやつやね。クス・ドラゴン・ニュート。カイザークライダー。高校の時めちゃくちゃやってた。おー、ほんとに？じゃ、強くなる方法とか教えてほしい。今ね、やっとチュートリアル終わったところなんよ。オッケーオッケー。この辺の、すごい、でもいっぱい。めっちゃ強かったよ、この人。よし、これにする。これにする。はい、オッケー。よっしゃー。あれ？なんてこった？てれってれー。萌木の
紫ドラゴンカード、なんかカードもらえんちゃけど、お願いします、ください。ドキ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 、あら、再起動する、こんなところで、こんな、そんな、もう一回ちょっと試してみよう。今の時間帯、あー重いんか、ゲーム自体が。どうしよう、じゃあ再起動するか。はい、デッキをうまく作れれば強い。なるほど。なんか進まんくなっちゃった。チュートリアル終わっただけで今日は終わりなのか。そんな、頑張れ頑張れ、萌木の通信頑張れ、ジェイコム。あ、全然進まん。お、来たー、いや、よかった、終わりかと思った。デッキの組み方を教えることを教えます。ありがとう、教えてもらう。組み方とかやっぱあるんやね。今度こそダウンロードできますように。ガオガオ行ってらっしゃい。これにする、お願いします。前デッキにコピーしました。やったぜ。わあ、ルミアチバラありがとう、いっぱい降ってきた、ありがとうね。よし、それでは、ではでは、プレミアウェス、見て、すごいバラ積み上がっとる。プレイヤー名を入力してください。 OK、 ここからがスタート。そうやね、今までのただの練習なんよきっと。萌木、あ、萌木のお部屋が見られちゃった。よし、お疲れ様でした、ありがとう。萌木をよろしくお願いします。よろしく、みんな萌木を強くしてください。よし、 GO。 OK、 ダウンロード中。ドゥル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 ミアちゃんありがとう、バレとるよ。でれん、このなんか宇宙空間を待ってるさ、カードめっちゃかっこよくよね。なになになに、アクセスコードとか、おお、なになんだろう今の。よし、これで萌木も立派なデュエリスト。デュエリストって遊戯王でも言う、遊戯王でもというか遊戯王で言う。デュエルを楽しむのに役立つ様々な機能が用意されています。オッケー、よしよし、どれだどれだ。じゃあ、わかんない、なんか変な、何もわからん、うん、何もわからん。アンケートはちょっと待ってください。まおちゃんありがとう。いや、こっから成長していこう、一緒に。これさ、答えんばと、しゃーなしやで。これ答えんばと。答えんばと、はい、アンケート、ごついカードばっかり、そうなんか。答えんばさ、なんか楽しめています。理解はちょっとこんくらい。デュエルの BGM いかがですか、よい。演出テンポはいかがですか、いいね、ドッカンドッカン言うけんね。デュエルの操作性はいかがですか、ちょっと難しい。次、ソロモードは楽しめていますか、うーん、うん、みんなのおかげでね。ソロモードデュエルの難易度はいかがですか、ちょっと難しかった。レンタル、あ、じゃあこっちか。レンタルデッキを使用してのデュエルは楽しみましたか、うん。ソロモードのデュエルを通して各テーマデッキの特徴について理解できましたか、これまだ萌木が答えていいやつじゃない気がする。でもね、戻れんちゃん、あ、いけたいけたいけた。最初から教えられることはなかったもよ。そんなことなかよ、まおちゃんの存在が萌木を強くしている。じゃあ、ソロ、これかな、これできっとストーリーを進めていくんじゃないかな。チュートリアルはコンプリートしました。ふん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 、オッケーオッケー、デュエルストラテジープレイ、さーていくぞー、みんなで立派なデュエルデュエラーになろう。デュエル、オッケープレイ、あなたが高校です、ラジャー。よし、でもやっぱ重いっていうことは、みんなこのゲームやっとるとね、きっと萌木も早くみんなとバトルできるようになりたいな。よし、はい、帰ってまいりました、このフィールド。今度はサクサク戦えるように頑張ります。ででん、レベル5以上のモンスターを通常召喚する方法をアドバンス召喚と言います。なるほどね、召喚方法、今フーガが言ってるやつがまさにそういうことなんかな。これはアドバンス召喚、召喚したいモンスターのレベルによって決められた数の自分フィールドのモンスターをリリースします。はい先生、リリースって何ですか。リリースって墓地に送ることかな、多分。レベル5以上のモンスターをセットする場合もリリースが必要になります。うん、通常召喚は1ターンに1度ですので、すでに通常召喚を行っているターンにアドバンス召喚を行うことはできません。うーん、なるほど、多分分かった。あ、さっきの赤いガンダムおる、正解、よっしゃー。萌木のターン、ドロー、おなじみ聖杯に選ばれし者。まずは通常召喚はします。でも星5以上おらんってことは、別にアドバンス召喚とかじゃなくて普通に召喚できるってことや
たね。なんかこの人、自分の手札が1枚以下である限りこのカードの攻撃力は400アップする。なるほど。でも今はいっぱいある剣がアップせんね。自分フィールドにこのカード以外のモンスターが存在しない場合、このカードが戦闘で破壊したりバースモンスターの効果は無効化される。ん？どういうことですか？自分フィールドにこのカード以外のモンスターが存在しない場合、このカードが戦闘で戦闘で破壊したリバースモンスターの効果は無効化される。そういうことか。なんか破壊されたらリバースモンスターってなんだ。とりあえずでも今じゃない感じするね。こいつとか言っちゃダメ。この方、じゃあこの方を召喚。ほんで罠を仕掛けたい。相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。自分は攻撃モンスターの攻撃力分のダメージを受け、そのモンスターをゲームから除外する。次の相手ターンのエンドフェーズ時、この効果で除外したモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する。分かってない。ブーンって裏側から表側表示になったのがリバースモンスター。はあ。あ、そう、そもそもさ、その裏側表示みたいなのが分からんちゃけどさ、表向きに変わった時に発動するタイプの効果を持ったモンスターがリバースモンスター。ということは、裏側で召喚することもあるということですか？この年、これもセットしとこう。いっぱい罠はあった方がいいね。この辺はもうで金券が、バトルフェーズ。中央リアで攻撃とか。お、横向き裏側か表側か。あの人の横向きは何なんだ？なんか横向きのやつがさ、さっき裏向きやったとに、これが裏側表示から表側のなんちゃらみたいなことか。とりあえずバトルフェーズは終了。メインフェーズも終了。ターンエンド。表側守備表示。よかった。横向きは守備ってことか。相手が攻撃を宣言しました。カードの効果を発動しますか？発動。これってさ、どういう意味だ？ダメージを受けて、モンスターは一回墓に行っちゃうけど、だけどもう一回帰ってくるってことか。にゃん、ともくん、ハートありがとう。今ね、遊戯王しとるよ。よかったら YouTube の方見に来てね。今絶賛わかんなくなっとる。自分は攻撃モンスターの攻撃力分のダメージを受けっていうのは、もうその生身で受けるってこと？体で受けちゃうんやったら良くないよね。間違ってた。ダイレクトアタックされてた。攻撃力分のダメージを受けるけど仲間になる。じゃあこれは発動しとこう。なるほど。さっき今の向こうに行っちゃったやつが萌木の仲間になるってことね。ドロー、ブレイドナイト。よし。で、通常召喚。ということは、ブレードナイトは、守備表示にしたら強そう。この、縦のマークがさ、線もある剣が。あ、でもこの人は、エマジャン来てくれてありがとう、萌え萌え。キュンバイ。今ね、遊戯王しおるとけどね、難しすぎる。ん？この、でも、1枚じゃないとなんかあんま強くなさそうだよな。この、攻撃できるやつ置いときたいけん。でも2匹おる、こいつ。守備表示の方がいい。守備表示で、こういうこと？セットってこと？守備表示。攻撃も守備もっていうのはできんとね。あ、わかった。今向こうに攻撃しそうなモンスターがおるけん。で、しかもあいつは1700の攻撃力を持っています。で、その時に萌木が攻撃、普通のなんていうの、攻撃表示で出すと1600で貫通されて負けちゃう剣が、剣横向きで出した方がいいか。そこしたら守備になって、守備になったら縦になってくれる。セクシー萌えちゃんならすぐできるで。そう、萌えセクシーやけんね、任して。とりあえずまあそういうことなんでしょう。で、バトルフェーズ。あ、でも萌え攻撃カードおらんよ。こいつ攻撃できる？攻撃できない。攻撃は諦めます。とりあえずでも今回は相手の方が強い剣、これを受ける方が大事だと見た。相手が攻撃を宣言しました。でもさ、どうなんやろこれ。このカードの効果のいいところがちょっといまいちもよく分かっとらんのよね。生身で攻撃されたくないんやけど、あんまり。次の相手と相手の、もうこれ発動したくない。やられてた。
え、どうなんやろ、もう置いたからにはやっぱ発動した方が良かったんかな。でも発動するんやったらさっきの方が良かったよね。生身で受けるダメージ少なかったっけ。これどっちだ。そもそも自分は攻撃モンスターの攻撃力分のダメージを受け、でもあいつを早いところ除外せんば萌木のカードずっと攻撃されっぱなしな気もする。発動しちゃうか。よし、 いけで、あいつはとりあえずなんかどっか行ったと。あれなんかもさ、萌木もらえるじゃなかったっけ。お、なんだ、洞窟に潜む竜。これは何、守備表示、表側守備表示、表側攻撃表示。え、この人めっちゃ守備力高かったけど、ということは守備表示で出した方が良さそう。思って、攻撃表示やったら破壊されちゃうもんね、相手が1300やけ。じゃあこう、なんで萌木これあれの持っとるん、ドローしたっけ。今のは何もらったんかな。 OK、 もう一回ブレードナイトをドロー。メインフェーズ、あ、なんか光っとる。お、あ、これを右はもらえる。これを、これなんか使えそう。あ、こうか、こうか。あれ ZR なんだ。 ZR、 あの右側にいる何かを使えるわけじゃなかったですか。これなんですか。 見れるだけ。え、なんかさ、もういい、もらえるじゃなかったっけ。ないか。とりあえずじゃあ召喚します。攻撃力高いやつがいいな。召喚、お、あれだ、エクストラデッキ。なんでなんでなんで、これのこの人の効果ってどうやって見れるっちゃろ。いや、とりあえずなんかエクストラデッキが見れて、特殊召喚、カチコチドラゴン、カチコチドラゴンか。あ、出た、迷宮の番人。なんか2体死んじゃうやつ。カチコチドラゴンはターン1度このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて破壊発動できる。エクシーズ素材って何ですか。このカードはもう一度だけ続けて攻撃できる。強そう。エクシーズ素材が分からんけど選択、エクシーズ素材とするモンスターを選択してください。エクシーズ素材、エクシえエクシーズ素材って何ですか。あ、星のことか。このえ、絶対こっちやんね。そしたらこの人の方が強い。え、でも攻撃力はこっちの方が強い。いや、でもごめんね。え、どっちも、どっちも、え、な、どっちもせんばと。これこことかはダメと、フィールドに出とるやつしかダメなんか。オッケー、どっちもか。特殊召喚で、こっちを選択。で、カチコチドラゴンを攻撃表示にしても強いけん、攻撃表示、奥位置、奥位置、奥位置でなんか変わると。バイバーイ、カチコチドラゴン、いらっしゃい。 OK で、バトルフェーズ、カチコチドラゴンで攻撃、相手はやられる、貫通する。カチコチドラゴンの効果を発動させますかと、このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、このカードのエクシーズ素材を一つ取り除いて発動できる。ん、このカードもう一度だけ、おお、そういうこと。エクシーズ素材を一つ取り除くってどういうこと。なるほど、さっき2つのやつを使って召喚した剣、1個取り除いたらさ、その人はどうなると。メカとりあえず取り除くってことはダイレクトアタック、うわ強っ、いい勝負。エクシーズ素材を2個から1個になることで困ることってある。出すために使ったモンスター2体とも素材になってて、あと1体しかおらんってことは、それがなくなったらこの人はさっきのことがもうできなくなるってことか。ターンエンド、オッケー。このさ、左側にずっとおるウサちゃんめっちゃ可愛くない。いったいったいった、攻撃されちゃった。これこの、これ何、なんで急にもイギはドラゴンをゲットしたんですか。なんで急に降ってきたっちゃろう。ドラゴン、暗黒のドラゴン、なんかもらっちゃった。相手のターンやんね。さっきもなんかさ、ドラゴン降ってきたけど、お、また聖杯にザナウレシモノゲットした。ほら、このウサちゃんめっちゃ可愛い。とりあえず通常召喚、何出しても向こう貫通するけん、これかな、強い方がいいもんね。ドン、効果が使えなくなっちゃう。あ、2つなくなったらね。なるほど、通常召喚終わりで、お、なんか待って、またエクストラカードが光ってる。エクストラデッキ、このエクストラデッキが光る時の条件って何なんだ。ローちゃんおかえり。
か強いこの人。恋愛の騎士ガイアセイバーモンスター2体以上。あーだけ2体いつでもできるんか。なんでじゃあ今回は3体も出てきたの。あ、条件に合ったやつが見えてるだけか。え、もし実際のカードのゲームでは全部思いギア見ることができて、今この条件で召喚できるエクストラカードを自分で探すことができるってこと？なるほどね。光ってる時は出せるカードがある時。今回は出せるカードがあった剣が光った。この人強い？どの人？今戦っとる人？なんなんやろ？でもこの人の名前ドラゴンの軍勢やって強そう。エクストラ召喚だっけ？でした方がいいんかな？そもそも。この人めっちゃ強くない？恋愛の騎士ガイアセイバー2600も攻撃できる。え、でもいや違うな、これそんままの方が向こうに攻撃行くやんね。1ターン目で相手が倒れてくれて、ってことはこのままの方がいいような気がする。このまま行きます。わかんない、このエクストラなんちゃらって本当はいつもするもんなんかもしれん、まず最初の力でバリアを。あ、何全部なくなった。何、せめて何をしたか教えて。なんか今のさ、ちょっと何を発動みたいなの言ってほしくない？何ですか、何なんですか、そういうもんな。何をしたか教えてくれもんな。ドラゴン強さ、軍勢やけんね、強かよ。言ってよ、どうやって確認すると。あ、イカだ。でもなんか相手に攻撃されんかった。どうやって攻撃見れると今何が起こった。これとか、じゃあこれか、これかな。あ、これだ。自分フィールドのドラゴン族モンスター一体をリリースして発動できる。リリースしたモンスターの攻撃力以下の守備力を持つフィールドのモンスターを全て破壊する。強すぎやろ、ずるくないですか。くそー、反撃してやる。なんかこれ良さそう。これはでも魔法、とりあえず召喚。手札1枚かじゃない、これ、これどう召喚で、これこの魔法カードをセット。よしで、なんで相手はもう何もないっちゃろ。バトル、よし、攻撃。いや、いい勝負、勝ちよるよ。で、ターンエンド。なんで相手の攻撃なかったっちゃろ。さっき攻撃されたんかな、実は。え、なに、相手何もできんってこと。一瞬で攻撃終わるやん。ドロー。え、かわいい、ミコ来た。え、絶対、めちゃくちゃ守備力ある。でもさ、相手に、はい先生、守備表示で置いたカードって攻撃できんよね。そりゃそうやんね、そりゃそうか。今相手は生身やっけんが、守備カードよりも攻撃カードを置いた方がいいような気がします。ので、こっちかな。やっぱりなんか防御力もあるし、召喚なんか守る必要がある時に彼女は召喚しよう。とりあえず今は、これ勝つじゃない？バカン、ダイレクトアタック、ファイナルブロー、やったー、勝ったぜ、ドラゴンの軍勢に勝った、やった。あー難しい。第一段階コンプリート。よし、なんかカードゲットした。サンダーボルト、ふー、ナイスわ、ありがとう。よし、じゃあちょうど1時間ぐらい経ったけんが、今日の配信はこれぐらいで終わろうかな。いやー、めちゃくちゃ頭使った気がする。これがデュエルか、違う、これがデュエルじゃなかね、これが遊戯王やね。難しかね。なんかさ、こう目の前に見えてるカードの数字だけじゃないっていうのが難しか。なんやろ、さっきもさ、これ攻撃すれば大丈夫って思ったら相手の罠が発動して、なんか3体とも全部持ってかれた。体ああいうことがあるって思うと考えることめっちゃいっぱいありそう。いやーね、強かった、やったぜ、お疲れ、ありがとう、楽しかった。よし、ちょっとまた次やるときはちょっとね、調べて成長して帰ってきたいな。本当に今日はめちゃくちゃに初見プレイやったけど、次は遊戯王とは何ぞやということをちょっと勉強してから来ようかな。強い姿をみんなに見せれるように。で、次の配信でも遊戯王のこのチュートリアルを進めていこうと思います。チュートリアルは終わったとか、この、なんだろう、物語進めていこうと思います。最後まで見てくれてみんなありがとう。萌木、立派なデュエリストになるけんね、みんなで強くなりましょう。最後まで見てくれたみんなは、よかったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。それでは、ありがとうございました。バイバイ。